きます。6番の太田が何度も稲垣の動きを警戒してどこで踏み込んでいくのか。4番の山田が四国勢に切り替え含みです。1コーナーから2コーナーピッチ上がってジャンバイの攻防です。来なければ近藤もこのまま、あるいは正攻法から逃げ勝負があるのか。まもなく金を迎えるバックストレッチ。ここで6番の太田が抑えた。5番の小倉隆二、3番香川雄介、4番手に追い上げていく1番下稲垣、アウト4番の山田ですが、ここは稲垣がうまく中段の4番手、稲垣も射程圏、勝負圏のある位置、4番手をキープして残り周の 400m です。飛ばす6番車太田龍馬、4日間風を切る5番の小倉隆二、3番の香川雄介、4番手さあ行った、満を持して1番車稲垣がまくっていく。稲垣のまくり、車の伸びはどうだ。3番手2番手小倉が牽制する。あっとここは太田龍馬がいいかかりだ。4コーナーから直線コース、太田龍馬、太田粘る、小倉隆二追い込んだ。